メルセデス・ベンツ E クラスメルセデス・ベンツ W212W212S212C207A207 はメルセデス・ベンツの4代目 E クラスを指すコードネームである。頭文字の W はセダン、S はステーションワゴン、C はクーペ、A はカブリオレを表す。E250CDI2009 年の北米国際オートショーで正式デビュー。 日本国内では同年の6月にデリバリーが開始。W210 から採用され続けてきた楕円型4等式ヘッドライトは斜め四角型のものへと変更されている。また W120 で採用されていたポントンタイプと呼ばれるリアフェンダーを強調するサイドプレスラインが取り入れられた。しかし角型4等式のヘッドランプとポントンタイプの フェンダーラインは不評のために販売面は不調だった。このため、2012年にはヘッドランプは二等式風に改められ、またポントンタイプのプレスも水平基調の穏やかなものに改められたものの、前代の W211 の不具合の影響と W212 のデザインの失敗により、ミドルクラスでのトップシェアを失っている。W212 は V8 エンジンを搭載するために、 W204 のホワイトボディと全幅は同じで、ドアの厚みと鉱石及びリアトランクがストレッチされているだけなので、ポントンタイプのプレスラインがなくなって、デザイン上の差別性も弱くなっている。気候面では、W211 から引き続き採用された機能に、加えて S クラスから採用されたコマンドシステムも搭載された。安全面では、 ニーバックを含めた9つのエアバッグを筆頭に、ネックプロアクティブヘッドレスト、アクティブボンネット、アダプティブハイビームアシスト、アテンションアシストが採用された。メーカーオプションとして、S クラスから採用された、ナイトビューアシストの改良型である、ナイトビューアシストプラスや、メルセデス初搭載の、レーンキーピングアシストなどがある。ナビゲーション関係では、地上デジタル放送チューナーを搭載し、 DVD から HDD へと変更された。日本仕様はコマンドシステムが全車へ搭載されるとともに E250CGI と E63AMG およびクーペを除く全車にダイレクトセレクトも採用された。W211 の後期モデルから登場したアバンギャルト S は廃止され E250CGI と E300 のみエレガンスの設定がある。 当初はディーゼル車はラインナップされておらず、ステーションワゴンと共に W211 型が販売されていた。セダンとは異なり C クラスのプラットフォームをベースに開発されている。ホイールベースや燃料タンク容量も W204 と同じである。カブリオレは室内に発生する乱流を大幅に低減し、オープン時における乗員の快適性を向上させる。 エアーキャップとシートのヘッドレストに設けた吹き出し口から温風が吹き出し、全席乗員の首元を温めるエアスカーフをオプションに設定するとともに、遮音性、耐候性、断熱性に優れたアコーディオンソフトトップを採用した。このモデルから E クラスとしては初となるハイブリッドカー E400 ハイブリッドが設定された。これは3.5リットルガソリンエンジンモーターの 組み合わせであり、日米、中の3カ国のみに導入されている。また、ディーゼルエンジンモーターの E300 ブルーテックハイブリッドも追加され、これはヨーロッパのみならず、世界市場に展開されている。しかし、日本市場には未導入である。ありがとうございます。